おしい。これは絶対おかしいぞ。うちの連中だけじゃねえ。通勤途中のサラリーマンも、談笑中の主婦も、小学生も老人も、みんながみんなメガネをかけてやがる。人間だけならまだしも、道端の銅像だとか、その辺の野良犬までメガネかけてるってのは、一体どういう状況なんだ。おはよう、ラク。いや。あれ？何難しい顔してんの？朝っぱらから。当然のようにお前もメガネなんだな、ちとげ。はあ？そりゃあメガネくらいかけてるわよ。人として最低限の常識じゃない。常識？つうか竜たちもそうだったけどよ、なんでみんなしれっとメガネかけてるのが普通ですみたいな顔してやがるんだ。だいたい昨日までお前メガネなんてかけてなかっただろうが。はあ？何言ってんのよ。私人前でメガネ外したことなんてないわよ。そんなはしたないことできるわけないじゃない。え？いや昨日までお前がメガネをかけたとこなんて見たことねえはずなんだが。どういうことだ？さっぱりわからねえ。さっぱりわからないのはこっちだってば。なんなの今日のあんた。もしかしてうちの連中もちとげも、それから町の人たちもみんなグルで、俺はドッキリでも仕掛けられてんのか？ちょっとどうしちゃったのよ、ラク。一人でブツブツ言っちゃって。とにかく、こんな茶番には付き合ってらんねえな。こんなもんかけてる意味はね、外しちまうか。え？ほら、メガネなんて別になくてもいいだろ。鼻のあたりが煩わしいだけだし。いやー！ちょ、あんた！何してんの？何って、メガネ外しただけだぞ。バカじゃないの？こんな天下の往来で、メガネ外して見せつけるなんて、あんた変態？露出狂？おいおい、どうした？メガネ外しただけで変態扱いなんて冗談が過ぎるんじゃ。なんで殴られたんだ俺。ほんと最低。あんたがそんな恥知らずなやつだとは思わなかったわ。いくら偽物の恋人だからってやっていいことと悪いことの区別もつかないわけ。もう知らない。今日は一人で学校行くからついてこないで。おい、一体何がどうなってんだ。せめて殴った理由くらい説明してくれよ。スケベもやし、ちゃんと反省するまでもう口聞いてあげないんだから。理不尽極まりねえ。まだ頬がヒリヒリすんぜ。バカ力が全力でぶん殴りやがって。しかし学校に来ても見渡す限りみんな当然のようにメガネ着用なんだな。わけわかんねえけど、とりあえず今日はメガネを外すのはご法度ってことなのか。あ、ちとげ。さっきのことだけどさ。つーん、知らない。変態もやしとなんて話したくないわ。まいったな、完全にそっぽ向かれちまった。こちとら全然わけわかんねえってのに。おいらく、ちょっといいか。おはよう、一条くん。ああ、シュート宮本か。お前らのメガネは違和感ねえな。そりゃまあ、いつもメガネだからね、俺ら。その反応と、頬のあざから察するに、一条くんもこの状況に違和感を持っているようね。ということは、お前らはまともってことか。詳しくは屋上で話そうぜ。周りの連中には聞かれない方が良さそうだからな。なるほど。お前らも朝起きたら同じ状況だったわけだ。よかった、俺以外に違和感を持ってる人間がいて。今朝からびっくりの連続だったわ。どこを向いてもメガネメガネメガネだらけ。
テレビの中のリポーターとかも全員メガネだったからね。さっき歴史の教科書パラパラめくってみたんだけど、歴史上の人物まで全員メガネ姿なのよ。メガネっ子な聖徳太子とかチンギスハーンとか、シュールにも程があるよな。まるで世界中がメガネに支配されているみたい。メガネを外すイコール罪悪みたいな価値観に変わってるとしか思えない反応なのよね。メガネを外すのは悪か。よくわかんないけど、人前でメガネを外すってのは人前で全裸になるくらい恥ずかしいって認識になったみたいだよ。なるほどな。それで今朝俺はチトゲにぶん殴られたわけだ。状況はなんとなくわかったが、そもそもなんでみんなそう思い込むようになっちまったんだ。俺たち3人だけは普段のままだっつうのに。今思えばもしかして昨日の神社のあれがまずかったのかな。あれ、ほら昨日さ、俺らあの古い社の前でメガネっ子萌えの話してたじゃん。そん時俺、みんなメガネっ子になっちゃえばいいのにみたいなこと言ったんだよね。もしかしてあの時のつぶやきが神様に聞き届けられて、それでこんな事態になっちゃったんじゃないかなって。いくらなんでもそりゃないだろうし。まったくだわ。そんなバカみたいなつぶやきで世界が変わるとか、荒唐無稽にも程があるわよ。でもさ、こう考えると辻褄も合うんだよね。メガネだらけになった世の中に違和感を覚えているのは今のところ俺たち3人だけじゃん。昨日あの社で願掛けをした3人だからこそ、周囲の価値観の変容から免れたとも考えられるよね。じゃあ何？あなたは自分の妄想が原因で世界がおかしくなったとでも言いたいわけ？バカバカしい。それこそが妄想そのものだわ。そうかな。ありえなくはない説だと思うんだけどな。ありえないわよ絶対。神様がいるというのなら、ぜひとも証拠を見せてもらいたいものだわ。証拠ならここにおるよ。あ、何この子、いつの間に。あれ、君もメガネをかけてないんだ。それ以前に耳やら尻尾やらが生えてるわよ。何これ、コスプレ。おたま、お前なんでこんなとこにいんだよ。そりゃまあ、わらは神出鬼没のお稲荷様じゃからな。わらわの存在を否定する無知な輩がおったから、こうして姿を現してやったまでじゃ。え、なになに、この子楽の何なの。ああ、本当は隠しとくつもりだったんだけど、もうこの際しょうがねえ。実はな。お稲荷様？何？本当に神様だっていうの？あなた。正確にはまだ妖怪じゃ。一人前の仙子になるべく修行はしておる。見ておれ。あ、の？信じられない。でも確かにこんなの人間技じゃないわね。お、神様否定派のルリちゃんもようやく信じてくれた。信じるも何も、目の前でこんなの見せられたら。ということはこのメガネワールドもあなたの仕業なの。そうじゃよ。人間の願いを叶えることがわらわにとって使命であり修行でもあるからな。世の中どこもかしくもメガネだらけ。世界中の人間をメガネなしでは羞恥心で耐えられぬ体にしてやったのじゃ。マジかよ。お前そんな力のある妖怪だったのか。うふん、すごいじゃろ、偉いじゃろ。感謝せえよ。わあ、あー、もしもし、キツネちゃん。気持ちは嬉しいけど、ちょっとやりすぎじゃない。こんなにみんながみんなメガネっ子じゃさすがに意味ないよ。希少価値がなくなっちゃってる。
そうね、舞妓くんのたわごとはともかく、全ての人間がメガネをかけてる世の中なんて異常だわ。即刻元に戻してちょうだい。なんじゃお主ら、せっかくわらわが願いを叶えてやったというのに、もうおしまいにするのか。当たり前だっての。もともと俺たちはこんな世界になるのを望んじゃいねえんだから。やれやれ、人間というものは身勝手じゃの。いいからさっさと直せ。もう、んじゃがの、そうせかしても急には元に戻らんぞ。え？まあ、先ほどは余裕のようなことを言うたが、今回の願いはいかなわらわとて全力の神通力を注ぎ込まざるを得なかったからの。解除もそう簡単にはできん。それ相応の手順がいるの。手順？なんだよそれ。簡単に言えば、願掛けの元になった欲望に自らの手で見切りをつけねばならぬということじゃよ。煩悩を断ち切るとでも言えばいいのかの。煩悩を断ち切るか。この変な状況がメガネっ子好きって煩悩から生まれたものだとしたら、それを何とかすれば元に戻るってことね。ふむ、なかなか飲み込みが早いおなごじゃの。具体的に言えば、おぬしらの周りの人間からメガネを剥ぎ取っていけばよい。は？メガネを剥ぎ取る？なんだそりゃ。わらわはおぬしらの周りの人間のメガネ姿を見たいという欲望を現実に変えたのじゃ。さすればおぬしらに近しい人間のメガネ姿をおぬしら自身の手で元に戻してやることこそが煩悩を断ち切ることの証になるのじゃよ。なるほどな。一応理屈は分かったが。でもそれって相当難しそうじゃない？だってみんなメガネを外すことをめちゃめちゃ恥ずかしがってるじゃん。普通に頼んでも外してくれないよ。だよな、強引に外せば犯罪者扱いされるし。ちなみにどのくらいの人たちのメガネを外せばいいの？そうじゃの、だいたい7人分くらいのメガネを剥ぎ取れば煩悩は消え去るじゃろうな。7人か、結構多いな。あ、でもさ、キツネちゃん、俺たちに近しい人のメガネ外せばいいって言うなら、俺たち自身も数に含めていいわけ？まあ良いじゃろうな。あくまで自分に近い人間のメガネならば誰でも良い。よし、なんとかなりそうな気がしてきたな。俺たちのメガネを3人分とすれば残りはあと4人だ。よし、じゃあとりあえず俺たちだけでも外してみるか。そうね。お、あら、なんだろう、この底はかとない背徳感。おい、どうしたんだよラク。なんでお前メガネ外さねえの？舞妓くんこそメガネを外す手が止まってるわよ。そういう宮本もな。ふむ、どうやらお主らにも徐々に願掛けの効果が現れてきたようじゃの。じゃあこのメガネを外すのが妙に恥ずかしい気がするのは、願掛けの効能が俺たち自身にも効いてきたってこと？あれ、やばいじゃんそれ。他の人のメガネを外すどころか自分のすら外せなくなったら終わりだよ。そうね、頭では分かっているんだけど、そのお主ら、願掛けの効果を消したいのなら早めに動いた方が良いぞ。日が沈む頃には
お主らも他の者と同様、メガネを外すことに羞恥心が耐えきれなくなるじゃろうて。タイムリミットは夕方までか。躊躇している時間はないな。よし、ラク、俺は思い切ってこいつを外すよ。じゃあ、お、意外に男らしいな、シュー。ちょっと、マイコくん、何急に外してんの。いや、だってさ、しょうがないじゃん、場合が場合だし。分かってるわ、それは分かってるけど。じゃあ、早くルリちゃんも外そうよ、一緒に。ルリちゃん、どこ行くの。あ、私はしばらくあなたたちとは別に行動させてもらうことにするわ。それじゃ、ルリちゃん。宮本にしてみれば、目の前で急にシューが全裸になったようなもんってことか。そうなんだろうけどさ、変態扱いされてるみたいで地味にきついな、それ。ラク、お前は。なってる、俺は逃げ出したりしねえって。しかし、一旦恥ずかしいって思っちまうと、なかなか踏ん切りがつかねえな、これ。よいではないか。お主も男なら、パーンと外してしまえばよい。男同士で何を遠慮することがある。いや、それ以前にお前が目の前にいるだろうが、幼女の前でズボン下ろすような気分にはなれねえよ。ラク、あんま深く気にすんなって。それどうせ偽りの羞恥心なんだから。つってもな、お前ができないなら俺が外しちゃおうか。え、なーに、一旦外しちまえばすぐ慣れるって。ほら、頭こっち向けて。 おい、やめろし、強引に外そうとすんな。これも世界を元に戻すためなんだってば。ためらってる時間がもったいないよ。いや、できるできる、自分でできるから。遠慮するなよ、肩の力抜けって。ラック、一条くん、舞子くん、そろそろホームルームのだよ。お前は今、多分とんでもない勘違いを。ごめんなさい、一条くん。私、二人がそんな関係だなんて知らなくて。先生にはうまく言っておくから。なんていうか、その…お幸せに。小野寺、違うんだって。完璧に誤解されちゃったね。終わった、俺の高校生活は今終わった。大丈夫だって。ほら、このメガネの世界を元に戻せば、きっと小野寺の誤解も解けるんじゃない。そうだな、もうその可能性にかけるしかねえ。なんとしてでもこの狂った世界を元に戻してやる。この俺の尊厳のためにも。おお、ラクが自らメガネを外した。俺はもう躊躇しねえ、周りの連中のメガネ剥ぎ取りまくってやるぜ。まあ、意気込むのは結構じゃがのう、お主ら。一応メガネはつけたまま行動した方が良いぞ。え、この世界の常識じゃ、メガネなしの今のお主らはただの変態にしか見えんからの。それもそうだな、誰かとメガネを外す交渉をするにしても、ノーメガネじゃ警察呼ばれるかもしれねえし。授業もあるしな、
とりあえず昼休みまで待って、それから行動開始しよう。こうして世界の秩序と俺の尊厳をかけた壮絶なメガネハントが幕を開けた。残りのメガネはあと5つ。さあ、まずは誰のメガネを剥ぎ取りに行くか。